欧州不正対策局、欧州不正対策局、欧州不正対策局、オラフは、欧州連合の機構における汚職や不祥事などの違法行為のほか、欧州連合の財政に関する不正を取り締まることで、説明責任や透明性、適正支出などの観点から欧州連合の経済的利害関係を保護する部局、欧州不正対策局は、 完全に独立した地位で内部、外部調査を実施し、その任務を果たす。また加盟国の諸葛官庁と自らの活動を調整するために、緊密かつ規律のある協力関係を構築することや、加盟国に対しては不正対策の取り組みに必要な資源や専門知識を提供することも行っている。欧州不正対策局は、欧州連合の不正対策の構築に寄与し、 関連法令の強化を率先している。欧州不正対策局は、行政上の捜査機関であり、司法上の判断や懲罰を課す権限、国内の検察当局に対して行動を指示する権限は与えられていない。欧州不正対策局は、欧州委員会の総合サービス部門の一部局で、あるが、調査活動に関しては、完全に独立した立場で任務に当たる。 2005年7月の特別報告書において、欧州会計監査員は次のように報告している。ザハイブリッドステータスオブザオフィスウィッチハスインベスティゲイティブオタナミーバットリポートスツザコミッションフォイッツアザデューティスハスノットアドバーシリフェクトッドザインディペンデンサブイッツインベスティゲイティブファンクションビイングパートオブザコミッションザオフィスハスビインエイブルノットオンリーツーベネフィットフロム サブスタンシャルアドミニストレーティブアンドレジスティコルサポート、バトールソーツーテイカードバンテージオブザンティ、フロードレジュスレーションザットイズアベイラブルツーコミッション、ディパートマンズ日本語訳欧,欧州不正対策局の複合的な地位は、調査に関しては、自律的ではあるが、欧州委員会に対しては、欧州委員会以外の行為に対して報告しており、このことがかえって、 欧州不正対策局の捜査機関としての独立性に影響を及ぼさないものである。欧州委員会の一部であるために、欧州不正対策局は十分な行政支援、広報支援を受けることができだけでなく、他の欧州委員会の部局でも可能である、不正対策に関する法案作成について有意な立場にある。欧州不正対策局の局長は、任期が七年で、 欧州委員会と欧州議会、欧州連合理事会の間での合意に基づき指名される。再選は不可。現在の局長は2011年2月に就任したイタリアの元検事ジョバン・ケスラーである。欧州不正対策局にはおよそ400人の職員と160人の捜査員が所属している。欧州不正対策局は 欧州議会からの強い圧力を受けて1999年に創設された。前身の不正対策調整部は欧州委員会の不正対策の一部局であったが、欧州連合の初期管内の不正に対する取締りに関してその能力には不十分な点があった。欧州不正対策局の創設はサンテール委員会を総辞職に至らしめたエディット・クレッソンの不正行為が告発されたことによる 欧州不正対策局の業務に関する評価は、先日の欧州会計監査員の特別報告書に記載されている。欧州議会は2005年7月、欧州不正対策局の発足以来の6年間の実績について、公聴会において評価している。また、イギリス貴族院では2006年11月の報告書で次の通り評している。 on the basis of the evidence we have received we, イムファティクリーレフテクレイムスザットオラフイズトゥクローズトゥーザコミッションワーザットザコミッション6ツーデバーティンドインフルエンスオラフエスインベスティゲイティブアクティバティスウィーアーコンテントウィズザエクステントオブザインベスティゲイションスウィッチオラフハスアンダーテイコン日本語訳証拠に基づき欧州不正対策局が欧州委員会と角に緊密な関係を持つ 欧州委員会が欧州不正対策局の捜査活動を歪曲し影響力を及ぼしているといった主張は否定される。欧州不正対策局の捜査活動の範囲は満足できるものである。欧州不正対策局の捜査に基づき欧州委員会と欧州連合加盟10カ国は欧州不正対策局の協力のもとで国際的なタバコ会社3社を アメリカ国内の裁判所において提訴していた。告発内容によると3社は流通経路として密輸という手段を用いたとされて、その後3社のうち1社は欧州連合に損害賠償としておよそ10億ユーロを支払うとした決定に同意した。欧州不正対策局の活動において政治的に最も繊細なものとされるのが欧州委員会統計局の不正事件である。 2003年、この事件は、当時のプロディ委員会で重大な政治問題に発展、欧州不正対策局自体も捜査を開始したのが2002年に、事件の報道がなされた後だったということで非難を浴びた。欧州不正対策局は2004年、内部において、情報漏えいの確認を目的とした捜査を行った、過程において、追及を受けることになった。2002年2月、 ユーロスタットの事件について記事を書いていたドイツシテルム市のブリュッセル特派員ハンスイコールマルテンキラックなどのジャーナリストにより欧州不正対策局の機密文書の内容を含む記事が出されそれにより欧州不正対策局がユーロスタットの重大な不正行為を捜査していることが暴露された2年後欧州不正対策局は元欧州委員会スポークスマンによる声明に基づき ティラックは金銭と引き換えに内部文書を入手し、その情報をベルギー検察庁に渡していたと主張した。2004年欧州不正対策局の要求に従い、ベルギー裁判所はブルッセルにあるティラックの宅と事務所の捜索をベルギー検察庁に命じ、記録や携帯電話を押収した。同じ情報に基づき、ドイツにおいて当局は捜査を開始したものの、 事務所の捜索は行わないと決定した。捜査を実施する理由が、この頃、ティラックが実際には、ブリュッセルからハンブルクに移っていた一方で、ティラックが希望していたワシントンへの移動が発令されたものだからというものだが、どうして、そのようなことが言えるのかは明快でない点がある。本件捜査は、ジャーナリストの情報源を保護するという原則を侵害する意図があるとして、 各方面から避難を浴びた。その後ティラックは、ドイツ、ベルギー国内と欧州司法裁判所において、訴訟を提起した。ドイツ国内の裁判所で、ティラックは、声明を発表した欧州委員会の元スポークスマンを相手にする訴訟を提起しが、元スポークスマンが欧州委員会の職員に与えられている訴追免除の権利を申し立てたを受けて、その訴えは認められなかった。 ベルギーにおいても、欧州人権条約第10条に触れるものではなく、また、ベルギー法には当時ジャーナリストの情報源を保護する、規定は存在しなかったため、ティラックの訴えは棄却された。その後ティラックは2006年9月、ベルギーを相手に、欧州人権裁判所で訴訟を提起した。また国際ジャーナリスト連盟の支援を受けて、ティラックは欧州不正対策局を、 欧州司法裁判所に訴えたが、その訴えはすべて退りけられた。政治レベルでは、ティラックは欧州オンブズマンに対して苦情を申し立てており、オンブズマンは2005年5月の特別報告書において、欧州不正対策局は、ティラックに対する主張において、5人によ、声明を発表したことを認め、欧州議会は、必要な決議の採択を検討するべきであると勧告した。 ところが、欧州議会は、欧州司法裁判所の最終的な判断を待つことを決めた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。